石川虎寺石川虎寺4月5日昭和39年8月1日は明治時代から昭和時代にかけての洋画家、版画家。高知県高知市において石川吉忠の長男として明治8年4月5日生まれる。まず旧正中学時代に植村雅君について洋画を教わった。明治24年に上京し小山翔太郎の不動者という滋賀塾に学び、 明治26年、第5回明治美術会展に、野ガムを初出品した。明治33年のパリ万博にも、作品を出品した。翌明治34年には、明治美術会の組織改革により、新会部委員となって、吉田博三谷国志郎と共に、太平洋画界を結成し、水彩画のほか、油絵、素描、木版画、彫刻などを制作し続けた。 太平洋画界の第1回展から出品、明治35年から明治37年にかけ、ヨーロッパやアメリカに留学して作品を発表。明治40年、東京官業博覧会に出品した生物が三等賞を受賞。また同年の第1回文展に出品し、第1回以降も文展、定点、新聞展、日展に多くの作品を出品し続けたほか、 後に、委員、幹事、審査員なども務めて、更新を指導している。また、在京の高知出身の美術家たちと、土用美術会を創設。明治41年の第2回文典に出品した菊が三等賞を受賞。さらに、翌明治42年の第3回文典でも、武道が法上を受けている。明治末期から大正期には、主としてラフなど不人造。 美人が多く描いたが、後に風景画へと移行し、印象派のような明るい画風を示すようになっていった。トラジュの風景画には、国内各地の風景などを巧みな色使いで捉えた作品が多く見られる。明治35年から明治37年にかけて、欧米の各地で作品を発表するなど、日本国内のみにとどまらず旺盛な創作意欲、活動意欲を見せた。大正二年の文展では、 港の午後が二等賞を得ている。また、明治美術会にも出品している。代表作として、明治26年の第5回明治美術会展出品の野賀もや前述の港の午後などが挙げられる。大正4年のサンフランシスコ博覧会では、生物が三等賞を受賞。若い頃から、日本各地はもとより、台湾、中国江南地方、朝鮮半島などへ、 数多くの写生旅行を行い、印象派風の明るい作品を描いていった。大正7年には、台湾総督府の新庁舎会議堂の壁画の制作に当たった。1919年、文部省教員検定委員会臨時委員となり、以後15年間務めた。大正7年以降は、東京高等師範学校で美術を教えており、美術教育の面においても功績があった。 昭和9年頃、浮世絵の技法による木版画新版画を発表している。週一日では、にわか雨が過ぎ、ジャンク船の集まる港で、人々が忙しく動き回る様子が、色面分割された柔らかな色彩によって描かれており、虎屋の表現意図が明確に伝わってくる。本作は、山岸和江が堀を担当、松崎慶三郎がすりを担当している。昭和十二年、 石井白帝、クリア淳一らと共に海洋美術会を設立。昭和13年には海軍省の食卓として中国の上海や南京安喜びへ派遣されたり、太平洋戦争中には南方方面へと派遣され、戦地の様子を記録デッサンし、戦争記録画として描いている。昭和13年及び昭和18年には従軍画家として中国に赴いており、 その間、昭和16年、戦術の海洋美術会を、大日本海洋美術協会に開催している。戦争美術に関する展覧会では、昭和12年開催の第1回海洋美術展、昭和13年開催の第2回海洋美術展、昭和16年開催の第5回海洋美術展、昭和17年開催の第6回海洋美術展、昭和19年開催の 第8回海洋美術展にそれぞれ作品を出品している。さらに昭和19年に行われた戦時特別文展での陸軍商海軍賞特別出品にも参加している。昭和18年太平洋美術学校校長となる。戦後は日展の審査員となっている。また昭和22年自らが所属していた太平洋学会を脱会し次元会を創立。 その代表に就任している。また、昭和24年から5年間にわたって、東京教育大学の講師を務め、さらなる美術教育にも尽力した。昭和28年に、日本芸術院恩師匠を受賞。昭和33年には、日展の幹事となっている。昭和39年8月1日、東京都渋谷区原宿の伊藤病院で、排血症の療養中に、 心臓衰弱のため死をした。ありがとうございます。